画面の前の皆様こんにちは、村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライトカニバルの方を使って、キャンプをねしたいと思います。おー、なんか1試合前もさ、まあ、あのちょっと撮影失敗しちゃったけど、なんかブラッドパーティーリボン炊いてくれたりね、今回ケーキですよ。なんでこうキャンプしようって時に限ってみんな炊くのかね、まあ、分かりませんけども、今回キャンプです。はい、あのゆるキャンっていうね、私の好きな、キャンプ漫画のアニメのね、第2期が、放送開始されまして、それのね1話を見たんで、そうだ私もキャンプしようと思い立ってね、今回このカニバルをやっておりますけども、まあ難しいねキャンプっていうのは。やっぱね、経験がものを言うなって思ったね。なんかあの普通のキャンプはよくやるんだけど、あのここまでガチのキャンプやることないから、分からんのよどうやっていいのかっていうのがあって、なかなか難しいところであるんですが、あっち湧きだね多分。あっちか小屋だと思うんだけど、一番湧いてほしくないところで湧いたな私。あーいた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 。でこれ蹴っといて、最初蹴っといて反応のトレイル発動させてからキャンプしましょう。これここ釣っといて、で反応のトレイル、イタチが飛び出したで、まあガラクタいじり狡猾なんだけど、これどっちから来る？ここら辺にいようか。これ多分ね家の裏側通ってから来ると思うんだよね。ガラクタいじりの反応的にまだ余裕あるから。あ、上で発動してる。これ見られてた、もしかして家の方から救助来る。あ、来た、来る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 。グエンティン、グエンティン逃げられた。待てー。うん、どうもどうも。いや、いいですね。ただね、うまくね固まってるところに釣れんのよね。だからガラクタよりも反問、ガラクタとかよりもやっぱ興奮とかの方が強いのかもしれない。これはとりあえず一回ちょっとイタチ決めたいから、トンプソンハウスの地下に釣ってるっていう時点でだいぶ強いんで、そこにいたね。俺単なるキャンプじゃん、普通のガチキャンじゃないわ、単なるキャンプじゃん、単なるデッドバイデイライトにおける戦略的キャンプと何だって違わないよこれ。使わないか。来ないかな。ジェーンも何急に立ち止まったんだってなってそう。これでも半分切るからそろそろ来そう。もう来たらチェーンソーで刈り取る。ほらね、来たでしょ。え、あ、抜けられてた。よいしょ、いいね、急に立ち止まるやついいね。ちょ、これ一回上持っていくわ。上持っていって
って片方上で片方下ってやろうとしたんだけど切断されちゃった。よいしょ。ケンティン、じゃあ次君は上だ。上の方がなんか逃げ道はあるんだけど。あ、切られちゃった。切ったのはまた別の人じゃん。やべ、惨劇しか起きてね。ひなみざわ30分前に戻ったよ。ちなみにね、ゆるキャンのね30分前に、あ、ここでジェーンが死んだんだね。最初のミンちゃんが生きてるって感じか。ゆるキャンのね30分前に放送されてるのが日暮らしに泣く頃にってアニメで、あのひなみざわっていう土地でね、まあ、惨劇が起きるんですよね、いろんなね。まあ、そういう状態になったね。うん、舞台ひなみざわに移っちゃった。あまりにも狡猾カニバルが狡猾すぎて、まあ、狡猾が強いっていうか、なんか地下が強かったわ今回は。小屋になんかありそうだな。これはハッチ探して見つけてしまえば、まあ、ハッチ読んでいいんで、これ、ま、もしかしたらあれ中央、あ、中央っぽいな、なんか中央だったら見つかってそう。え、ハッチどこ。え、なんか足跡ある。あ、え、どこにあった、どこにあった。というわけでね、多分まあ経営期待でこんなんだったから出ていったんでしょうけども、大体ね思うツボですよ。あー、かわいそうに、かわいそうにね。というわけでなんかやったんだけど、あの特に面白くなかったっていうか、なんかやっぱ攻める方が好きなんで、普通のカニバルにつなぎたいと思います。普通のカニバルで行ってひなみざわにしよう。はい、さあそれではやっていきましょう。ちなみにひなみざわというか日暮らしにはチェーンソーは出てこなかったはずだ。ハンマーどうだったかな。まあね、日暮らしもね、私ゲームはやってないんであんまり知りませんけども、まあ、有名な作品よね。 あそこにいる。いや、初手ここか。そのスプバみたいなさ、スプバみたいな走り方やめない。というわけで、小屋に行く。おーっと、しなやか。なるほどね、うまい。なんでうまいかっていうと、でここが回りそうなんで、OK、今のだいぶ低空位置演奏やっていったよ。よいしょ。お、地下があるじゃん。惨劇作ろう。これ、ここがあれね、あの今年の惨劇の現場。まあね、綿流しっていう祭りの日にね、いろいろ惨劇が起こるんですよね、ひなみざわでは。でも毎年誰かが死んで誰かが消えるっていう、そういった事件がね、毎年起きるんですけども、それをね、お社様のたたりって呼んでて、でその、まあ、あのメインとなってる年にはね、主人公含め、主人公とその周りの人たちが、なんだ、チェーンソー構えたらスプバする予定だったんだろ、殴るよ。やっぱ、これがいいな。
さあ真ん中に気づいてるの多分このミンちゃんだけなんで、スプバでしょ。いいよ全然、もうガツガツいきます。半分切ってたような気がするんだけど、よいしょ。やっぱね追ってなんぼよカニバル。エロディエロエロディ、それいけるんじゃない。はい、やっぱ今のカニバルはガン攻めよね。受けより攻めよ。なんか変な話になってるけども、さあ行きましょう。ちなみに日暮らしの亡き頃にのアニメをね見る方はね、だいぶグロいので注意しておいてください。特に今やってる日暮らしの亡き頃に、なんだっけ、豪だっけ、あの授業の行っていう字ね、まあ、それはこれはロッカーです。わかります、音聞こえてます。よいしょ。さあさあさあ行きましょうよ。よいしょ。まあね、なた持った女の子がね、なた持った女の子があなたを振り回してみたりとかしてますけども、ちなみにね、大体アニメで言うと4話で一つのストーリーが、まあ、ループものなんだよね。まあ、ループものっていうか、まあ、ループしてる人は、まあ、また主人公メインのそのね話の中心にいる人じゃないんだけど、まあ、ループものでして、何度もねその惨劇を繰り返すんで、まあ、結構ねショッキングなシーンが、ね、いっぱいあります。包丁と目覚まし時計で戦ってみたりとか、あと何だったっけな、お来たよ。とどめの一撃来たよ。よいしょ。まあ、あとはバットで殴ってみたりとか、そうこれがカニバルだ。もう素で惨劇引き起こせるからねこのカニバル。ちょっとあれエロディ釣るのかわいそうだからいいとして、こっちから来てるミミを、殴りましょう。これ倒すかな、これでもとどめの一撃が、くそ、せっかく一トークン使ったのに。とどめの一撃ってめっちゃ伸びるんだよね。この前初めて知ったんだけど、使われてそんな伸びるかいっていう。おお、いいね。あそこちょっと止めますわ。これは無理だ。待てい、とどめの一撃をしたい。この人しないかなんだよな。とどめの一撃はバレてないはずだから、さ序盤の惨劇が打って変わって OK。 よいしょ。まあでもこちら側に発電機偏ってはいるんで、
まだまだ惨劇チャンスはねあります。ああ、ただそこをやられるのはまずいね。序盤だいぶ惨劇だったのにな。よいしょ。まあこれででも戻れば惨劇が、エロディー長い、エロディー終わりで、さて来なさい最初の被害者ね。ひなみざわの悲劇の1年目の被害者エロディ。あとは誰を行方不明にするかですよね。よいしょ、まあ、言ってみれば、まあ、エンティティとお社様って似たようなもんよ、まあ、よくわからん怪異的なもの。だからこのデッドバイデイライトと日暮らしになる頃には似てるのかもしれない。最初ゆるキャンの話だったのに全然関係なくなってきちゃったな。完全にあの日暮らしの話にシフトしてきた。これは一回飛ばせるだけ飛ばしといて、引いてチェーンソーというわけで持っていきます。あそこだね、イタチで蹴飛ばしてたところだね。よいしょ。まあでも小屋か。よいしょ。反問のトレイル使えるのこういうところだよな。これ多分飛ぶんだよ。飛ばないわ、ちょっと早すぎた視線切るのが。これ小屋前チェイスはちょっと危険じゃないだよね、離れるよね。いいと思う、賢明な判断だと思うぜ。当たっちゃう。離れるんだったら追います。よいしょ。さあ来なさい、来て釣られなさい。で次は向こうだね、このミンちゃんがやってるところ。しかし足跡があるけど、ここもかなりやられているよ。しっかりとスプリントバースト使ってもらって、ふーん、とどめの一撃が、とどめの一撃が刺さんね。多少無茶していけるっていう点では刺さってんのかもしれない。これさすがにフリップフロップ勢力争いがあったとしてもあれなんですが、フックが少ない。最近のフック性数おかしくない？こっち側3本しかないんだから。あの処刑人の妙義の効果今からでも戻れませんか？持ち込むんで、持ち込むんで、あの処刑人の妙義のあのフック戻る効果。だってこことそことさ、そこじゃん。頭いかれてるわ。だいたいここら辺に1本2本フック生成されるんだけど、いつもだといる。ん？入れ違われてた。あ、こっちに行く。おっと、だから間に合わなかった。
これ突っ込まじゃん。うわーい。さすがに見てるよ。お、とどめの一撃たまる。さて小屋板は、さっきからとどめの一撃過信しすぎだよ。あ、オッケーオッケー、そっち行ってくれるんだったらオッケー。この愚直多い。愚直に3回飛ばせます。板ないんでそっち。あ、こういうところだよな、とどめの一撃。とどめの一撃あったら間に合ってたんだけど、まあ、間に合ったけどね、なくても。よいしょ。さあ三撃をステイン見せて。おお、飛ばないね。飛ぶ。あ、そっちはね、あ、そうだ、しなやかだったこの人。じゃ最後はチェーンソーで三撃を見せていきたい。なんかめっちゃ距離取られてた。ここね、先倒しが正解の板ですよ。知ってた？先倒しでインコース回るのよ。とどめの一撃があれば。はい、オッケー。というわけでね、最後2人釣って三撃の完了と。こっちにはフックあんのにな。こっちも言うて少ないけどね。向こうが少なすぎる。ミンちゃんはどこ？を閉めて、ん、あ、いたいたいた。よいしょ、咲きなさい。君もお社様で、君はね、お社様ではなくエンティティに捧げてあげよう。よいしょ。というわけでね、今回はね、ゆるキャンやろうとしたらひなみざわになったと。ネタ知らん人からしたら何のこっちゃだけどね。まあまあまあ、今ね、あの日暮らしの泣く頃に、そしてゆるキャンでさ、アニメ放送中ですんで、ぜひともね、気になった方はチェックしてみてください。というわけで、まあね、ガチガチに言っても強いのよカニバルは。スマチャクスプバで走ないか。おお、いいね、フルコンプ。加速パーク4種フルコンプ。アドレナリンはちょっと除くけど、アドレナリン真っ向勝負は除くけども、なかなかね、面白いですよね。こんな揃うことなかなかないからね。というわけで、カニバルでした。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。